皆さんおはようございます。糸井です。超人チャンネル始まりました。今日はですね、とんでもないお宝があると聞いてちょっと都内の某所に来てるんですけど、カウンターもあり、ね、おしゃれな建物なんですけど、その持ち主さんに、まあ、もうすぐ近くにおられるんで、ちょっと会いに行きましょう。うわー、出た。これはやばいよ。やばいね。やばいなこれ。まあ世界19台の車の1台になるんですけど、世界で19台、やばいやばい。すごいお宝の持ち主さんに今日はすいません、よろしくお願いします。いや、恐れ入りますようこそいらっしゃいました。なんか大体もう見えてるんですけどねすごいのはもう間違いないと思いますね。これはでは行ってみましょうか。ではちょっと開けますね。はい。これはスーパーカーですね。ラフェラーリ。一応499分の1っていう、世界でね499分の1台。ベールに包まれてますけど、僕もまだ本物は見たことないですけど、じゃあお願いします。うわー、出た。うわー、出た。これはちょうど、はい、こう V12 のエンジンから、はい、電気変わるタイミングの、すごい車がっぽい。開いた、開いた、開けました、開けました。開けてください。あ、僕が、僕開けるぞ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。これがエンジン、エンジンですね、はい、これが V12 で、これモーター関係がこっちに入って、はい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 、すごいな、これラフェラーリ、ラフェラーリ。ちょっと興奮やばいよね。こんなの見ることないじゃん。これを一回ちょっと見て、これちょっとぶっ、それではな。カチャン。じゃん。うわ、開き方がまたこれ、ほら。翼を。すごいよこれは。足からねこれ。うわすごっ。これも小さく感じますね。これはえぐいな。これ閉めたら頭打つんじゃん。
見よこれは走ってますね、このグラマーは。これがまだ最初に出てくるってことは、次の車はもうもっとやばいんで。ありがとうございました。ラさん、ありがとうございました。今日のメインでしょうか、これは。これもランボルギーニの、はい、まあ、V12 のエンジンから、はいはい、電気モーターに移り変わる、ちょうどその過渡期のもので、まあ世界で19台の車の1台になるんですけど。世界で19台。シアンというシアン、はい、稲妻という意味なんですけど、はい。世界に19台しかない車です。お願いします。やばい、これは。で、 V12 気筒のエンジンに電動モーターを組み込ませた、はいはいはい、ランボルギーニとすれば初めてのトライでした。電動化に向けての19台のそのロードスター、これやばいな。これロードスターが19台です。はい、そうです。またこれカーボンがブルーカーボンって言うんですか、これ。そうですね、カーボンに色が入ってるってことですか。はい、これが、で、これラッピングしたんですけど、それがビンケルマンの、はい、あー、原子用ですね。よく発表会とかで前に出て喋ってるスーツ着たね、はいはい、今週来日するんで、はい、この車は運んでくれって頼まれたんで、これ今度移動するんです。現 CEO さんが来て直々になんか頼まれましたね。そうなんですか。日本にある自体がもうありえない話なんですね、これ。19台の19ですね、これ。後ろもすごいで、これ。そうですね、ラモルギーニカウンタック の、 イメージを初めてこのシアンで、はいはいはい、リアは出してまして、ちょっと座席座らせてもらいます。これは座りたい。座れんの、これ。怖いな。これはアルカンターラとか革を使ったシートです。はいはい、ここもアルカンターラ。これもね、はあ、また創業者さんのサインの刺繍みたいです。やばいな。なんか日本語ありますけど、いや、それはバッテリーになるんですね、その車。ああ、スーパーキャパシタ。はい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 。では開けます。ドア軽いですね。はい、うわー、えぐい。すごいわ。なんか戦闘機みたいだけど、これ、はい、ピーでブーンってなるんですか、これ。ブレーキを押して、はい、踏んで、それで、では、はい、押します。しばらく押してください。エンジンかかるまで。いきますよ。
ドン。これが、19台中の1台っていう、はあ、すごいなこれ。これであとそのちょっとハーフルを回転させてみますか。あ、ここくるくる回るみたいな。回しますね。これの方が映像撮りやすいですかね。すごい。そこに乗ってもらえば。乗る。全然あの上の方、人間の方。こう。世界に19台しかない車です。いやー今日はどうでしょうこれ。だいぶ興奮しましたね今日はね。ありがとうございました。あ、とんでもないです。ちょっと伊藤さんね、はい、この車でね、うん、ちょっとやっときたいことがあって、うん、やっときたい、うん、何やんの怖い怖い。この車も目の前にしたら絶対ちょっとこれやっときたいなっていう。絶対やっときたいことなんである。この想像つく。これでうわ最高